上海海港属級クラブは中華人民共和国の上海市をホームタウンとする中国プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。地元の伝統的監督であるジョネガカラによって2005年に上海党足玉クラブとして創設された上海の振興クラブ。ホームタウンは上海市である。現在のホームスタジアムは上海市の歩東足球場。現在は 中国長級リーグに所属し、同リーグにおいて2018年に、甲州の8連覇を阻止し、初めてリーグ優勝を達成したクラブである。獲得タイトルは、中国長級リーグを1回、中国高級リーグを1回、中国オツ級リーグを1回、中国 FA スーパーカップを1回制している。組織的な若手育成に重点を置き、中国のマンチェスターユナイテッドになることを目指してきた。 しかし、巨額資金を投じた、公州の成功の影響を受け、2015年に、上海国際校、ストム集団が経営を引き継いで、上海東亜から、上海上校へと名称を変更し、ビッグネームを買い集め始め、中国長級リーグや AFC チャンピオンズリーグを設見するなど、公州 FC に次いで急速に、ビッグクラブとしての地位を高めつつある。 12月25日上海東亜集団有限講師が上海ネダカラ足玉クラブ基地有限講師と共同出資する形で上海東亜足玉クラブを創立。選手はジョネダカラが指導していた育成組織及び上海ネダカラ足玉クラブ基地に所属していた選手で構成された。オッツキューリーグに初参加。初年度の成績は南区7位。オッツキューリーグで優勝。 高級リーグへの昇格を決める。ホームスタジアムを上海で2番目に大きい金山区にある金山体育中心に変更。無尺な角にが上海に再びホームタウンを戻すのに伴いホームスタジアムを上海最大のスタジアムである上海体育場に移転。上海市体育局が仲介役となり、お級リーグに所属する上海歩道の角には、 上海とはに優先的に優秀な選手を移籍させるという戦略的な協力を行うことを決定。長級リーグ昇格を目指すことを宣言するが、4位に終わりあと一歩で昇格を逃す。前年に引き続き昇格を目指したが9位に終わる。12月31日、3年3000万円で命名権が売却に出され、上海東足玉クラブ。 上海特来師隊とクライシュタイト名称が変更になった。9月29日、ハルビン・タケシ等に勝利して2位内を確定させ、来期のスーパーリーグ昇格を決める。12月28日、上海国際校、ストム集団とスポンサー契約を結び、2013年より、クラブ名称が、上海等は、足玉クラブ上会場港集団足玉隊と変更になる。 昇格初年度のシーズンの長級リーグ戦では10勝7分13敗38得点35失点の勝ち点37の9位で終えた。11月2015シーズンにより、上海上港集団属級クラブと名称が変更になることが正式に発表された。スベゴランエリクソン2014年11月18日に2015。 シーズンより、元イングランド代表監督のスベン・ゴラン・エリクソン氏の監督就任を発表した。補強面では、古見年瀬から、ダリオ・コンカを完全遺跡で獲得。シーズン途中の夏の遺跡期間で、ガーナ代表の FW アサモア・ギャンを2000万ユーロの遺跡金、週30万ドルの給与を提示して獲得した。長級リーグ戦は、シーズンの大半を主位で過ごしていたが、 最終的には優勝した、公衆久差次第に2ポイント及ばなかった。それでも19勝8分3敗63得点35失点の勝ち点65のに位、クラブの過去最高の成績を残した、AFC チャンピオンズリーグ2015のプレーオフの出場権を獲得した、スウェン・ゴラン・エリクソン体制2年目のシーズン。補強面では、 公衆被差次第からエウケソンを遺跡金1700万ユーロから2000万ユーロ、年俸は600万ユーロで獲得。AFC チャンピオンズリーグ2016の本戦をかけてプレーオフラウンドから出場。2月9日、プレーオフラウンドをホームでムアントンユナイテッドと戦い3から0で勝利し、初の本戦出場を果たした。 AFC チャンピオンズリーグ2016で ACL 初出場すると予選でメルボルンビクトリー、ガンバ大阪、スイバラサムスンブルーウィングスと対戦しグループ G を4勝2敗で首位通過して決勝トーナメントに進出した ACL2016 のラウンド16で FC 東京と対戦したアウェーの第一戦は1から2で敗れたがホームの第二戦を1から0で勝利し 西合,合計スコア2から2のアウェーゴール差で準々決勝に進出した。シーズン途中の夏の移籍期間で、ブラジル代表の FW 復帰を5600万ユーロの移籍金で獲得した。ACL2016 の準々決勝で、全北現代モータースと対戦するものの、0から5でベスト8敗退。10月30日にシーズンを終え、 宿敵上海進化を上回り3位でフィニッシュしたものの、11月5日に、スベン・オラン・エリクソンの退任が発表された。アンドレ・ビラス・ボアス2017シーズンに向け、エリクソン退任の2日後、アンドレ・ビラス・ボアスの監督就任が発表された。2016年12月22日に、チェルシーからおよそ6000万ユーロの遺跡金で、ブラジル代表の MF、オスカルを、 同年12月30日に FC クラスのダールから、ウズベキスタン代表の MF オディル・アフメドフを、それぞれ獲得した。また、1月25日には、レーションイス SC から、U、U-23 中国代表の FWEO 号を、レンタルで、2月15日にはフリーになっていた、ポルトガル代表の DF、リカルド・カルバーリョを獲得するなど、前年に続く大型補強を完光した一方で、 今夏が CR、フラメンゴへのレンタル移籍のため退団した AFC チャンピオンズリーグ2017の本戦をかけて2年連続プレイオフラウンドから出場2月7日プレイオフラウンドをホームでスコータイと戦い3-0で勝利し本戦出場を果たした2年連続の2回目の出場となった AFC チャンピオンズリーグ2017のグループリーグで浦和レッツ。 FC ソウル、ウェスタンシドニーと対戦し、グループ F を4勝2敗で2位通過して、決勝トーナメントに進出した。2年連続で、グループリーグ突破を決めた。ラウンド16で同国のコースをソネーと対戦した。ホームの第1戦を2から1で勝利し、アウェーの第2戦も3から2で勝利し、2試合合計スコア、5から3で準々決勝に進出した。準々決勝も、 同国対決となり公衆久次第と対戦。ホームの第1戦を4から0と大勝。しかしアウェーへの第2戦で0から4と大敗。2試合合計スコア4から4で延長戦へ。延長戦では両チーム1点ずつ加え合計スコア5から5。延長戦でも決着はつかず、PK 戦5から4で勝利し、準決勝に進出した。 公衆久嘉次第を下し初のベスト4進出を果たす。準決勝でグループステージで1勝1敗であった浦和レッツと再度対戦。ホームの第1戦を1から1と引き分けると、アウェーの第2戦は0から1と敗れ、2試合合計スコア1から2で敗れ、ベスト4で敗退となった。リーグ戦では序盤から公衆久嘉次第と首位争いを繰り広げていたものの、 6月18日に行われた13節公衆浮力戦で、オスカルが乱闘騒ぎの発端となったとして8試合の出場停止処分を受けるなどの影響もあり、昨年を上回る2位で終えたものの公衆久次第の7連覇を阻むことはできなかった。国内カップ戦の足坂月では初の決勝進出を果たすが、決勝で宿敵上海進化にアウェーゴール差で敗れ準優勝に、 終わった。大型補強のかいあって、リーグ戦2位、足場準優勝、ACL ベスト4といずれもクラブ史上最高の成績であったものの無冠に終わったとして、11月30日に、ビラス・ボアスの退任が発表された。2017年は高額投資にもかかわらず、無冠に終わった上、AFC チャンピオンズリーグ2017では、高素ソねえ、高周飛車次第を、 同志うちで下しておきながら、他国の裏割れずに敗戦。国内リーグでは前日の乱闘の他にも、頻繁に相手チームとのトラブルが発生。カップ戦では、圧倒的優位と予想されたダービーで宿敵に、敗戦した上、チケット販売で進化側の枚数を制限するなど、負の面の話題も多かった。ビトール・ペレーラ新監督に、かつて、 FC ポルトでビラスボアスのアシスタント経験あるビトール・ペレーラを招聘ペレーラは復帰を新キャプテンに任命しもともとキャプテンだった王、蝶は副キャプテンに。また昨シーズン所属したヨーゴのレンタル期間満了と北京国安への移籍レンタル移籍していた今回の復帰を発表したが最終的に今夏は退団。また同年、サッカー専用の新スタジアム。 ホトワー足球場の建設が始まった。AFC チャンピオンズリーグ2018の本戦をかけて3年連続プレイオフラウンドから出場。1月30日プレイオフラウンドをホームでチェーンライユナイテッドと戦い1から0で勝利し本戦出場を果たした。3年連続の3回目の出場となった AFC チャンピオンズリーグ2018のグループリーグでウルサン現代。 川崎フロンターレ、メルボルンビクトリーと対戦し、グループ F を2試合を残して突破。3勝2分1敗で1位通過して、決勝トーナメントに進出した。初出場から3年連続で、プレーオフからの参戦で1試合以上残し、グループリーグ通過を決めた。ACL2018 のラウンド16で、鹿島アントラーズと対戦した。アウェーの 1> 第1戦を1から3で敗れ、ホームの第2戦を2から1で勝利するも2試合合計スコア3から4で敗れベスト16で敗退した。第1戦は復帰が負傷欠場。第2戦では、エウケゾンが負傷欠場と特定外国人への依存を改めて思い知らされた。中国 FA カップは準々決勝で北京国安と対戦し、2試合合合計スコア3から3。 PK 戦4から5で敗退した。長級リーグ戦では、序盤から校長を維持、北京国安が失速すると、公衆久次第とのデッドヒートとなったが、直接対決はホームで2から1で勝利すると、11月3日の第28節に、敵地で5から4で勝利し、2試合を残して勝ち点作をつけた。11月7日の第29節ホーム、 北京人和戦で2-1で勝利し、中国超級、リーグ初優勝を決めた。公衆比差次第の8連覇を阻止した。1月28日、竹来の RCD s パニョール遺跡を発表。2月23日、中国 FA スーパーカップで、北京国安を2-0で破り同大会初優勝。4年連続の4回目の出場となった、AFC チャンピオンズリーグ2019の、 グループリーグで、ウルサン現代、川崎フロンターレ、シドニー FC と対戦し、グループ H を2勝3分に1敗で2位通過して、決勝トーナメントに進出した。ACL2019 のラウンド16で、全北現代モータースと対戦した。ホームの第1戦を1から1で引き分け、アウェーの第2戦も1から1で、引き分けで合計スコア2から2、延長戦でも決着つかず、 PK 戦後から3で勝利し、準々決勝に進出した。夏の遺跡では、エウケゾンが、公衆比差次第に復帰。補強面では、ウエストハムユナイテッドからオーストリア代表の、FW、アルナウトビッチを獲得。ACL2019 の準々決勝で浦和レッツと対戦し、アウェーゴール差により敗退した。コロナウイルスの影響で、集中開催になったリング戦は、こうそそねえ。 北京国安に敗れ4位に2016年以来の ACL 連続出場がストップした。ACL2020 ではグループリーグを突破したが決勝トーナメント1回戦でビッセル神戸に0から2で敗退。同年シーズン中にオディル・アフメドフが天津安氏たちへ移籍、入れ替わりにオーストラリア代表アーロン・ムルイが加入。同年をもって復帰が契約満了で退団。 クラブ名に会社名を入れないようにするサッカー協会の方針を受けてチーム名を上海海港属級クラブへ改名したビトールペレーラが契約満了で退任後任にはロイヤルアントワープからイバンデコを招聘したチャンスから DF リノボル NK オシエクからクロアチア人 DF マイストロビッチを獲得2020シーズンは 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、8チームずつ2つのグループに分かれて予選を行い、各グループ上位4チーム計8チームが優勝を争う決勝トーナメントに、下位4チーム計8チームが降格を争う、残留プレイオフに進む形で開催された。2021年6月24日、自転岩春両一2新13が菅28、国家号を、 超4、用洋、元20、アーロン、ルイ 25, 超 A2、オスカル8、リカルドロペス10、アルナウトビッチ7中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。星印は、外国人選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。 同じ上海に本拠地を置く上海進化との対戦は上海ダービーとなる。ありがとうございます。